ですよね。はい、待ってて。全部言えないという方はね、秋が多いと思うんですね。かつては日本の秋を代表するとされた七草ですが、環境省のレッドリスト、絶滅の恐れがあるリストによりますと、このうち野生種の秘境は絶滅危惧種、そうなんです。富士バカマも準絶滅危惧種に指定されているんですね。あ、こうあったり外来の植物。